キチャンネル。ちょこんにちは。さあ月刊総チェック、はい、えい、はい、3月4月終わってやりましたけども、はい、5月が終わって今日が6月3日です、はいはい、だから交流戦1周目、うん、終わりましたけども、うん、まあ、あの 1,2 は、まあ、とりあえずはデータとしてはほっといて、はい、5月どうだったかっていうね、うん、だから前回タイガースで言うと多分めっちゃ褒めたと思うんだよ ね、 そうです、はい、ね、あの西武はもう阪神の真似した方がいいみたいなね、うん、っていうところで3月4月は西武は、あ、じゃあ阪神はやっぱり堂々1位だったわけ、はい、先発防御率も 2.56、うん、リリーフも 1.13 と、うん、もうリリーフなんてもうダントツだからね。で、打率も2割3分4厘とね、低くもないし、ホームランも15本打ってていい感じだしね、若干エラーが13個で多いなっていうところもあるけども、基本塁打が9本で打たれてないっていうね。で、得点も90点、失点も70点っていうところで、まあ、この20点もねプラスに働いてるのは阪神だけだからね、うん、でそういった意味では、まあ、しっかりねいい戦いできたけども、はい、なんと5月が10勝13敗1分けです、うん、まあ、でもよ、悪い悪い言いながらも借金3で収まってたよ、よくない？あ、なんかもうちょっと調子悪かったなんかイメージでしたね、うんうん、だから全然、だから今が、まあ、3位か3位でもさ、セリーグはさ1位から6位まで7ゲーム差だからさ。いや、そうそう、団子状態ですからね、うん、だってまだ1位と 0.5 ゲーム差だからね、はい、貯金3だよ。本当だ、2位の広島と0ゲームだ。そんな悪くないのよ、うんうん、で、まあ、6月は2日だから、まあ、1勝1敗じゃんね、うん、悪いけど状況的にはそんな悪くないから、うん、まあでも深刻なのは打撃陣やな、うん、近本4番打ってたね、もうねえ、びっくりしましたね、あれね。岡田さんももうお前もうやりくりきついぞ、うん、なんて言ってもね、うん、で、あの前川右京もいい感じで打つけども変化球来た、打たれ、うん、もう完全強制やまっすぐは無類の強さあるけど、変化球に現状無類の弱さある、うん、ここら辺がこのねやつだけども、結局ねこういう連敗を打破するのはやっぱ森下や、うん、あのやっぱりいい意味でね、いい意味で空気読めてない初球から何でも全力で振っていく、ね、やっぱあれが売りや、あれがいいねあれがいいね、うん、空気読めて全くなる、うん、でもすごい勝負強さあるんですよね。だからいいとこでその打つっていうね、だから空気読んでないから、はい、どんどん何でも振っていくから、ほら、うん、当たったらパチュンかって合わせにいったりしないから、そんないい意味でね、うん、そう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 、だからどんな劣勢になっても、はい、強さあるで、多分鈍感力やな、多分俺の見た感じは、そういった意味でも鈍感力、うん、でも初球ってさ、ボン出してよ、淡白やとか言われるけど、うん、積極的と淡白は同義語やからね、紙一重みたいなもんですね。いや、結果だけだから、うん、結果の違いで積極的って言われて、うん、結果の違いで淡白って言われるだけだから、良、うん、かったら積極的、悪かったら淡白だから、結局やってること一緒だから、うん、結果によって言い方変わるだけだから、うん、もう同義語だから、意味一緒だからね、うん、そういった意味でももうね、森下はね、もう初球からどんどん振っていけばいいね、うん、もうそれが売りや、それできにくくなったら逆に終わりや、ね、あとキャッチャー梅野、坂本ね、どっちも1割だ、うん、もうちょっと頑張ろうね。で、大山ももうとうとう1割台や、うん、だってチーム打率3月4月は2割3分4厘だって、うん、まあ1、2、3、まあそれでも4位だったけど、でも5月2割1分3厘セ・リーグ最下位。本当だ。ホームラン3月4月15本打ってたけど9本、うん、激減で、なんとエラーが16個で増えてる、うん、で、基本塁打が7本で減ってるのと、先発の防御率が 2.56 だったのが 2.09 になって、うん、でもリリーフが 1.13 だったのに 1.94 になってる。だから 1.94 もいいけども、うん、やっぱ結局さ、交流戦のロッテ戦もさ、うん、勝っときゃさ、うん、勝てたやん、うん、9回普通に抑えてたら、そしたらまあ5分くらいでいけたのにな、うん、最後だけやもんな、ゲラと岩崎がちょっとやらかしちゃってね、うん、昨日も正直、昨日のやつもこれ9月だったのよ、うん、9月だったら外に代打やね、で、バントで最低でも1点取りに行くっていう、うん、多分野球になったらどうなったか分かんないけども、でもあれは結構ロッテのしぶとさが出たところもありますよね。いや、でもあそこなってましたもんね。でもあそこで外が来た時点で、うん、俺はもう点取られへんのちゃうかと思ったけどね、うん、外じゃ結局は、うんうん、まあ最悪なんか変な内野ゴロでもいいから、ランナーワンアウトでいいから三塁に行ってくれと思ったけど、うん、最悪のダブルプレーだったから、もう一番最高はセンターぐらいかなんかで1、3塁だね、うん、になるのが一番最高だったね、う
でその後に高部に盗塁させて、うん、でワンアウト2、3塁になって送りバントと同じようになって、うん、ポランコで1点取れるかもう最悪敬遠して満塁策で次安田みたいなね、うん、が最高だったけど、うん、もう最悪の結果やからな、うん、正直あの後にあの打順の絡みが悪かったな、うん、外は、うん、だからまあその中でもう打つの改善戦とこのままピッチャー陣だけじゃきついもんな、まあ、ビーズリーの救世主の5月出てきたのもでかかったけど ね、うん、ね防御率 0.00 でしたもんね、うん、ちょっと取られましたけど、でもどうすんねんな打順もうやりくり限界あるぞ、うん、いやもうサトテル上げるしかないでしょ、うん、いや私もサトテル戻ってきてほしいなやっぱり、サトテルが戻っていないかでやっぱり、うん、それエラーもそうですよそら、うん、サトテル情報知らんのいますか、うん、サトテル情報知らんの、サトテルこの前ホームラン打ったって言ってましたけどね、あその情報だけ2分で、あ見えてる情報しか分かってない感じ、うん、でポルシェ乗ってるとは聞いたけど、あそうなの、はい、そんな情報入ってるですね、うん、ポルシェなんだ、ポルシェ乗ってると、うん、俺サトテル情報入ってるんだ、おでも電波には載せられへんな、どういう系の情報ですか、そりゃそんな電波に載せられない情報や、ちゃんとプレーの情報ですか、プレー、内容を知りたい方は、大阪でも行われます里崎ライブにぜひどうぞ、おじゃあ私もそこまで聞けないのかな、うん、それはちょっとあの これはもうあのシークレット情報、俺は、俺の中でもコンプラあるから、あそうなんだ、あるんですね、やっぱね、なぜ2軍なのかとかね、うん、2軍でどうなのかとか、っていうのもあるけども、うん、あの電波に載せていい情報と悪い情報あるやん、うん、だから今回のは、はい、多分載せない方がいいと思う、その代わり言えるね、うん、はい、だからそれぐらいの情報やね、うんうん、電波に載せられないだけで別に言える情報やね、はい、でも載せない方がいいかなと思ってるだけで、うん、なるほど、うん、だからあの聞きたい方は佐々木ライブに、はい、7月なんだったっけ、21に大阪で行われますから、はい、ぜひあの知りたい方はぜひ来てください、はい、のその場では言いますから、うん、はい、じゃあその佐藤さん的にはもうちょっとじゃ戻ってくるのは時間かかりそうだなみたいな感じなんですか、いやだからそれをどう判断するかだけだから、まあ、チームがどう判断するか、チームがどう判断するだから、ボスがね、ボスがね、だからそこの判断だけだから、大事は分かるけどね、それがあると、うん、それはあの何とも言いにくい、上げた方がいいとも言いにくいし、うん、上げた方がいいとも言いにくいし、うん、これちょっとそれはもう中の人次第だね、うん、なるほど、僕ね2024年阪神はこうなるってやつに、うん、サトテルがちょいちょい反抗しだすって言ってますから、もう反抗してるかどうか分からんよ、なんかあるんすよ、あるんすよ、なるほど、じゃあ先生はもうじゃ反抗してるんちゃうかって思って、いやだと思うんですよね、うん、お母さんそういうの嫌いやし、なるほど、はい、まあ、でも俺はでもずっと打たないってないと思うね、うん、チームも、うん、今状態悪いだけ で、うん、でその中で貯金3作って首位と 0.5 ゲーム差やろ、うん、で去年も交流戦10位やから、うん、そう考えると終盤の逆襲、うん、みたいな感じで、去年大会9月ぐらいに12連勝としてるんですよね、そうそうそう、あのヤクルトがダメだった時になんか9連勝2回ぐらいしたんだよね、うんうん、でもまあ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 踏ん張りどこちゃう、うん、でも近本選手にやっぱ一番に入っててほしいっていう感じがあるんですよね、うんうん、すごいですね、しかも、うん、あとまあ DH がやっぱうまいこと使いこなせてないな、うん、もうそれがまだ思い切って一番原口4番でいいんちゃう、ファーストで、うん、勝ちましたしね、あの後でも大山も打ち出したからさ、うん、おこれが刺激剤になっていくんかなと思ったら続かへんな、うん、でも今こそフォアボールやろ、今こそ、うん、そうですね、今こそフォアボールの数を増やしてなんとか得点に結びつけていくしかないんちゃう、うん、だってピッチャーは頑張ってるから、まあ、だからリリーフね、まあ、リリーフって言っても桐敷とか石井とかも頑張ってるからね、うん、ちょっと岩崎とゲラがちょっと若干やっちゃったからっていうところと、はい、クオリティスタート率がちょっと下がってんだよ、あの4月は 73.91% あったけども、うん、ね、今回 64.15% だから、うん、約 10% ぐらい下がってるから、そこら辺は、まあ、ちょっと先発もやらかしちゃった時もあるのかなっていうところはあるけども、でもまあ打つのやな、うん、あとはもう1点差を勝ち切ることやな、うん、これで辛抱しながら交流戦をなんとか、もうここまで来たら、まあでも最後ロッテにも1回勝ったのも大きかったしな、あれ3連敗しないでね、いやいや、うん、佐伯投手ね、ナイスピッチングで、うんうんうん、そうですよ、うん、まあ、だからちょっと踏ん張りどころやな、はい、まあ、一勝しましたからね、うん、交流戦ね、ここからだからもう、あの、もう得だやな、得だ、死ぬほど得だ、交流戦開けたらもう特打ちや、キャンプ並みに、キャンプ並みに、うんうんうん、もう振って打って、面相して打てるんだったら苦労せえへんねんって、お前振らな、打てへんやつは振らな、ね、うん、でも鳥谷が言ってね、この前鳥谷と話した時に、うん、センスがある人は振らないと上手くならへんらしい、
へー。でセンスがない人は振らなくても上手くなるらしいって。え、どういうこと？センスがない人は？俺は、はい、俺調子悪くなったらもう練習せえへんねん、はい、とかその必要以上の、うん、それなぜかっていうと悪い形で打ち続けてもイメージ悪くなってくるし、あ、悪い形のままやから、そんなことするんだったらいい時のビデオとか、うん、目からの情報とか、うん、イメージすることとか、うん、っていう方がその改善しやすい、はい、不調から、うん、でも鳥谷とかは、うん、悪くても振って振って振る中で何かを気づきたいらしい。形が悪かろうが何かが不具合を起こしようが、うん、振る中で何か探したいらしい。へー。でもそれはあの金本さんとかも振らないらしい。へー。でこうイメージとか、うん、だからもう振らないでなんかこうバット持ってるだけでいいんだって感じ。へー。まあ、どっちがいいとか悪いとかじゃないんだよ、うんうん、って言って鳥谷言ってたから、はい、だからセンスがあるという思ってる人間はもうどんどん振った方がいいよ。なるほど。バット、ガンガン。自分がどっちかですよね。そうそう、俺はセンスがないっていうのはもう瞑想や。いい定常をずっと言ってる。そうそうそう。まあでももう打撃さえ改善したら一気にいくからね、うん、だからもう今辛抱だね、はい、うん、続いて、はい、日本ハムね、パ・リーグ編、はい、絶好調。日本ハムは逆に13勝10敗1分け5月、お、貯金3つ、貯金3つで作って、うん、現状順位が、3位、はい、まあ、ゲーム差なしでね3位、うん、ソフトバンクと5ゲーム差ほぼ変わってないな、この1位から2位のゲーム差、うん、だってもともとソフトバンクが負けへんしな、うん、まあ、ソフトバンクもだって5月貯金が4つですからね、うんうんうん、でそういったところでだから逆に引き離されてるやんか、うん、1離されちゃってるわけですよ。おうおう、うん、で、まあ日本ハムはやっぱり打撃が2分2厘上がってるね、うん、チーム打率よ、チーム打率が2分2厘上がってるって、はい、めっちゃ打ってるから、ね、正直ね、うん、でそんで、防御率が 2.50 だったのが 2.93 ちょっと上がってて、で先発の防御率がちょっと跳ね上がってんな、うん、でリリーフは良くなってんだけどね、防御率的には、うん、先発やらかしてんのかな、そんなイメージあんまないけど、負けるときに大きく負けてんのかな。そこで加藤とかも抑えたけど次の日パンパンと取られるとかもあるしね。上原投手が1回投げた、あー、やらかした時ね、40点台ですから、そっか、一気にそれで上がっちゃいますからね。そうですね。でホームラン数もね11本から13本増えてるし、盗塁が爆増してんだ。18から27だから、うん、約10個月間で増えてるからな。松郷が9パーしてるからね、うん、でなんて言ってもね、エラーの数が減ってる、うん、3、4月は14個してたのに、うん、5月10個しかしてないからね。お、得点が25点増えてるからね、うん、3、4月より5月の方がだから1試合平均1点増えてるから、ね、だからピッチャー陣がちょっと5月の方が成績落ちてても、うん、野手陣が上がってるからバランス取れてるんでしょうね。そこでもうカバーしたっていうね、うん、感じだね。もうタミヤ君やろ、ねえ、もうあれやろ、もうこの今日6月3日やけど、はい、もうベストライン確定やろ、もう、うん、確定ランプついてるやろ、うん、すごいっすね。今首位打者でしょ、気合いに乗ってね。その X 情報ですよ、これ、うん、バッティングは近藤らしいですよ、うん、でキャッチャーは甲斐らしいですよ、うん、笑顔は川口春奈らしいですよ、うんうん、で、注意を聞いてるのが里崎らしい。え、注意を聞いてる、うん、そう、俺がキャッチャーの構え方が来てって言って、それを見て、ちゃんと技術の変更してるらしい。あ、そうなんですか。そう、全てをもう網羅してるんです、うん、へー。その裏で、一番今窮地に達されてるの誰か知ってる？窮地？うん、え、新党や、お前。あ、そうですね。ドラフト上位で入ってきて、お前、はい、なあ、新党古川の上部大キャッチャーコンビや、はい、もう、ね、タミヤが衣を行って、で伏見がね、うん、その加藤とか山崎の時のちょっとこうコンビネーションいるタイプは伏見が出たらもう万全やんな。そうですね、ちょっとキャッチャーもあの2人以外こうどうなるって感じになっちゃいますね。あとあれね、水野ね、うん、いや、水野の最近の頑張りはえぐいよね。だって4月打率1割8分8厘やで、はい、月間打率、うん、それ5月2割5分7厘やで、うん、ホームラン0本から3本打ってんねんで、うん、打点3から13やで、うん、得点も2から11、うん、これはもう水野の働きでかいよな。大きいですね、何気にね、うん、でもあと郡司選手とかもね。あ、郡司いいね、いいですしね、3番ね。しかも郡司のこう3番やけどちゃんと進塁打打つね、うん、あの
技術ね、あと心意気ね、うん、いいよね。野村くんね、うん、昨日久しぶりに出てね、うん、打ってたわ。5月2割9分8分というかね、うん、15試合出て、であとは万波がね、うん、なんかちょっとまだ光が薄いよね、うん、水谷君に負けてるよね、はい、今水谷君来てますね、来てますからね。だって万波4月2割5分、うん、5月2割2分7厘やから、うん、ちょっと成績下げてるよ ね、 そうですね。ここはもうちょっと爆発してきたらね、うん、打線の厚みめっちゃ出る、ね、ホームランももうちょっと打ってほしいっていう感じはね、うん、ありますよね。あとはジャスティスがね、うん、抑え降格したから、うん、どうなるかやな、うん、誰投げんだやろな。ザバラちゃんすか。ザバラ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 マーフィーちゃん。マーフィー、あ、マーフィーもいいっすからね、うんうん、いい感じで投げてるから、うん、それかもう杉浦いっちゃう。杉浦も調子いいっすからね、うん、抑えね、うん、あとはまあまだ流動性持ってやるからね、うん、まあ、福島さんもね初勝利あげたしね、うん、まあ、今まで勝つチャンスあったけどね、うん、まあでも日本ハムいい感じで、いい感じですね、バランス取れてます ね、 ね、水谷ホークス行ったやろあれ、うん、右の長距離おらんやん、なんすよ、うん、今躍動してるからな、うん、めちゃくちゃな、うん、まあ、でもタイプがやっぱ日本ハムのあの感じにあったんじゃないですか。そうやな、新庄さんの、でも今ピンチなもう一人いるんですよ、誰、清宮幸ちゃん。ああ、まあ、うん、これちょっとやばいですよね、これちょっとあれやな、7月に行われる佐々木チャンネル恒例のトレードに出してあげた方がいい選手にノミネートしてくるかも分かんないよね。最前列で座ったっすね。でもまあハムはもういい感じだから、まあ、このまま行くことはね、やっぱりチーム打率が上がってて、やっぱり打ってるのがね、うん、まあ、郡司、水野もそうだし、うん、そういったところ水谷もそうだし、躍動してるところが大きいしね、うん、だからまあこの6月はその守護神のねがいなくなって、まあ、でも投げるからね、7回とかに行くかもわかんないから、うん、まあ、そこら辺の編成だね。でも金村も最初いたけど、金村、川野、田中で行ってたけど、金村も先発行っていい感じになってるし、うん、でその穴もマーフィーとかがね、あと埋めれてるから、うん、そういった意味では今バランスいいからね、うん、だからここ踏ん張りどころだね。なんかちょろちょろして勢いあるからさ、逆にシューンってなったら一気に巻き越す、去年みたいに12連敗とかもあるからさ、うん、ここ今踏ん張りどころだね。交流戦うまく立ち回っていければいいけども、うん、ドドドと落ち出したらね、うん、あれだからね。新庄采配なんかね、山崎投手のね6番とかもなんかピタリ合うし、なんかいいようにこう回ってまた打つしな。そうなんですよ、さすが明治やな、やっぱ六大学バッティングちゃうな。柳が8番ですから、中日は。でも山崎は6番だよね。次来るよ、山崎4番。いやでも新庄さんがあれはあの日だけだって、もうこれからは9番にするみたいなこと言ってたらしいですよ。言ってるだけかもしれないよ。最初だって 3番山崎でした最初変えてくるから。岡田さんが、いや、やれるものならやってみろって言って、ね、6番になったから、はい、行くかも分かんないよ。そうですね、1番あるかもしれないよ。あ、だって大谷だって1番だったから。そうですね、うん、衝撃でね、うん、楽しみですね、そこも ね、 うん、そうだね、次の登板もね、うん、はい、まあ、ということでね、まずは総チェック阪神日本ハム編でした。はい。